はい、どうもピルスと申します。飛空場シーズン96、3日目の一戦やっていきます。まずは砦がレベル5、亀井とはレベル1、海軍とはレベル5、作戦室はレベル4、強行はレベル5、城の封印はレベル4と。まずは10突のサーリア、もうデバフ紋章の先駆けですよね。もう当たり前になってきてるもんな、この周囲2マスの敵はね、何ステータスのどこかがマイナスってやつ。これもううっかりというかね、計算してる方いいのかな。もうこんなんばっかりで計算しきれないですよね、で次に無凸のピクニックアンノさんって言い方になるのかな。普通に強いキャラでしたよね。で伝令状態っていうのかな、極技飛行とか、2マス先の移動が可能と。で密集、ちょっとブルーネさんで受けれそうにないかな。ちょっと怖いっすよね、痛いよねきっと。無理だろうな。で次に無凸の飛行リビエ、扇なし、まあ、武器外してあるから、まあこれなら別に祈りとかあっちつけても一応まあ厳しいか。で空戦で極技飛行 QM か。で次に十突のルフレ、これって男子の方だけか、そうっすよね、また別件だし女子の方は。にしてもえらいもう斬新な格好になりますよね。拡大してみて、ヘル王国系の鎧装飾っていうんですかになったのかな。ちょっと僕にはそうフェイパス持ってないんで関係ないことなんですけど、こんな速くなる？防衛深海なしでもこんな速くなるの？ルフレって40超えてきたら大したもんですよね。で次に10突のフレデリック、いやー何気に10突多いですね。で鬼神鬼神鬼神、ちょっと待って、なんぼこれ、6+6+8 22、攻撃力が81ですね。100% 受けれ、こんなもん。で最後1突のサイリいましたねって感じですね。結構そう技マシンとしては優秀なやつになりそうかな。回避とか持ってんのか。了解です。いきましょう。とにかく、右側から上がって、とりあえず透析機がありがたい仕事してくれるので、なんとか、ど真ん中の2人ですね。あれ倒した方が、いいのかなと思いまして。わかった。こうですね、左側に用事はないね。あの回復のともちょっと厄介そうだけど、どうかな。で、まあ1ターン猶予あるし、今がっつり壊さなくても大丈夫だけども、ここだけ壊しとけばいいのか。エリシオンは最高度かけないといけないし、はい、こうして、あ、もうエナジー取れちゃうか。そうです、これなら良さそう。間違っちゃいないが、クロー、あー、クロードあっち行ってもよかったか。いや微妙だな。間違っちゃいないが、いやこれしかない。承知しました。と思う。さあアタックターンです。回復の塔ちょっと壊せないですね。で、雷とのダメージが入る、はい、ってことでいってらっしゃい、はい、フレデリックから、で攻撃の支援巻いて、さらにもう一丁、やっぱアンナさん怖いんで削っときます。でまた死のという気じゃない攻撃の支援か、まあ一発目にかかったんで、分かった。でここで帰ってきてもらうと、
これならどうですか。サーリャとルフレがブルーニャさんにやられて、サイリがそうクロードで取れたらいいんですけど、ちょっと怖いか。一緒下げとく。さあ2人頑張って、2点受けです。あ、そっち行くか。あ、そうかそうか、そうなるか。なんか大丈夫。お、ありがとう、ありがとう怖い、まあ、普段戦ってないやつが動くと怖いですね。あー、まあ読み切れてなかったですけど、うまくはいきましたね。うん、もう危険範囲もなくなったし。間違っちゃう。ああ、焦った焦った、普通に一応拠点何個壊し扱い、これ2個壊してあんのかな。3つ以下だからプラ7されてん。あ、それでも十分ですね。やっぱ強いか甲状腺って。合ってますよね。敵の防衛設備が2個以下ならプラ10、3つならプラ7、3つですもんね。え、これでもこんな強いんだ。全然問題ないですね。攻撃54の速さ44と。こんなふうに透析機が最初から仕事してくれたら全然ありなのか、甲状腺。うん、ということで締めます。うん、うまくいきました。3日目は、うん、2日目が相当ハードやったんで助かります。はい、続きまして3日目の防衛結果やっていきます。3日目はありがたいもんで誰もいらっしゃいませんでしたね。うん、まあでも昨日の時点で結構上の方が遅めに来てたので、実質3日目という感じですかね、一番上の方が。うん、ちょっと2日目にご紹介しちゃったのであれやったんですけど、うん、まあ昨日がもう大変なことになりましたからねあの天井人と名付けさせていただいたんですけど、いやー見事すぎましたね。あれ止めれんのかなあれまあ置いといてどうしようかな。一番上見に行きますか。一体撃破で防衛成功ってことなんですけど、もう単純にあのレストギミック発動して一体取った時点で撤収されていったという形になります。見に行きましょう。もう一応、うん、見た目がもうごついですね。ボーナスキャラ2体いてます。総選挙リシティア、総選挙クロード、そして一番、うん、来てほしくない嫁フィオルムと。ただ今回ちょっと、うん、スラシルにかけてくれてるので、うん、読まれてないですね、テストギミックが。一応紹介というか見ていきますか。無凸のリシテア、総選挙リシテア、ほぼ自前スキルですね。引き寄せ持たせて攻撃発散の大覚醒と。うちはそう防衛に置いたんですけど、うん、攻めでも強いよな。何これ守備はもう30とかいくの。え、過去のこの魔法使い系ってね、守備がもう10代とか20前半とかですよね。魔法は高いけども、うん、あとヒットポイントも低いし、いやもう完全に基準が新時代ですね。で次に一突の長雷、竜のあのブレス捨てたのか。でもあれ使いづらいっちゃ使いづらいしな、強いけども。周りに竜特攻持ってるやつがいてたら強くなるってやつですよね。ああ、こういうのでもありなのかな。雷じゃなくても水のブレスとか結構強いですしね、受けたら強くなるってやつね。あれとかでもいいのかな。はあ、この発想はなかったですね。で次に一突のオルティナス3、配布のやつ突ってありますね。ほぼ自前スキルで全員で攻撃守備の大覚醒と。うん、で次に無凸のクロード君、愛を手持たせて、これも、うん、あ、一応金飯は継承させたのか。これ持ってないですもんね、うん、獅子粉塵4だから。まあこうなりますよね。僕の場合は B に切り返し入ってますけど、ほぼほぼ似たような感じですね。月に呪文持って、これ自前で OK。うん、で最後に無凸の嫁フィオルム、ヒットポイント上げ、いいの引いております。ヒットポイント上げならそこまでモリモリしなくても入るのか。でも62って結構厳しいライスもね。
うん、もうシルク止めれてないし、ギャラルブルーは3差だから、うん、64ないとこのシルク止まんないですからね。ヒットポイント上げかつ、あーでもやっぱり、うん、A と船員で一応上がってんのか、妥協した結果か。うん、ここがヒットポイントの3と船員でもヒットポイントの3入ってたらシルクにかかってますね。うん、ちょっと火力とか、うん、必要ないんじゃないかな。まあ、攻撃力結構高いからワンチャン殴らせ役ワンチャン火力に使ってもっていう、役割はもうきっちりした方がいいと思いますね、やっぱり。さあ行きますか。ということでもう1段目から、うん、攻めてこないので、この白の封印がリシチャに刺さってます。なので、うん、リシチャイラストラシルにも入ってるか、これ別のやつか、封印か。なのでシルク行ってロイが応援してテティス姉さんが最高だと。いやー、これもう、うん、ここで終わりなんですけど、ここで、そう、伝承リーフくんだったらもう、2体取ってきてくれて、ね、何も問題なく、ね、その、レートゼロで抑えれるんですけど、完全にやっぱ劣化版ですよね。水のシーズンなら使いやすいのにな。なかなかあの性能、普通の、なんだろう、祝福入れれるキャラで出してくれないよな。関節馬の疾風陣雷とか強すぎますよね、やっぱり。はい、というわけでここで終了となります。今日どうなんだっけちょっとリアルのお仕事が忙しすぎてぼーっとしてますね。うん、思い出しました。とりあえず、うん、マッチング運が良かったという感じですね。普通に攻略できて、うん、毎日ああいう感じなら嬉しいんですけど。とにかくあれ、そう、マキシマムゾンビもう一回リベンジで何か使いたいですね。ちょっとあのスラシル悔しいな。未だに根に持ってます。で、そう、あと、動画のコメントまだちょっと返せてないんですけど、うん、いやー、なぜ総選挙クロードが落ちたのかっていうダメージ計算も、いろんな方していただけて、うん、助かりました。ありがとうございます。ああいうことになってたんですね。ちょっと使い方が甘かったな。スラシルから落とせば、なんかなってそうな感じがしましたけど、どうなんだろう。はぁ、あ。とにかく、うん。今後何戦かやっぱり使いたいですね、あのクロードは。うん。で、防衛の方が誰もいらっしゃいませんでした、ということで、一応、そう、昨日、天井人に突破、パーフェクト突破されたんですけど、幸いバリア中やったので、一応攻めも守りもパーフェクトで来ております。で、はしごが1個使いました、ということになっておりますと。はい。したら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。